おやおや、お二人もここにお呼ばれですか？大石さんもですか？こんな形で旧敵の本丸に入るとはね。長生きしてよかったのかどうなのか。これで全員ですね。では、始めましょう。もう、話は聞いてるね。診療所が襲われた。入江の先生を含め、分かっているだけで5名。奴らに監視されて、閉じ込められているそうだ。沖宮の警官隊が周囲を取り囲んでいるそうだが、何しろ相手は軍隊崩れだ。人質の解放はそう簡単にはいかないだろう。下手に強行すれば犠牲も出る以上、現時点では睨み合いが精一杯ってところだ。お恥ずかしい限りです。現場への急行にご手を踏んでしまいまして。当主代行。要点だけを言います。質問は受け付けますが、ことは急を要しますのでご留意を。犯人からの声明です。手始めに人質の一人である北条里子の身柄は預かった。彼女を解放してほしくば、本日5時までに古出家当主の古出里香の身柄およびそちらで確保されている富武二郎の遺留物を速やかに古出神社へ持ってこいとのこと。監禁中の入江所長を通じてこちらに連絡がありました。リカちゃまを？富武さんの遺留物って何のことじゃね。なんたる無法な連中じゃ。もし5時までの約束を考えたら、わざわざ説明の必要はありませんね。それから犯人グループは北条里子の解放と同時に診療所の人質も解放するそうです。こんなこと口だけの約束が信用できるか。警官隊を突入させりゃいい。診療所の人間だけでも先に救い出さんね。そうじゃそうじゃ。警察としてはどうだい？突入といっても相手は武装集団だ。こちらの思惑はおそらく想定の範囲内だろうし、準備も万全と考えた方がいい。所轄の人員で何とかなるとはちょっと思えないんだけどね。全くおっしゃる通りです。まあ大鷹の大バカ野郎に頭を下げてでも機動隊の出動を県警に要請しなければ太刀打ちは難しいでしょう。ああ、それは三郎さんに任せておくれ。あれだけのやり合いをした後だ。まさか嫌だなんて言ったりしないだろうさ。それは助かります。できれば全員無事に命だけは守りたいところですがね。正直こればかりは出たとこ勝負になるでしょうな。畜生、ここまで来て賭けになるのかよ。それを言っても今更だよ、圭一君。
里子ちゃんを招く必要もあったから、それを今日この場でみんなにお願いするつもりだったんでしょ。だけど敵の動きがこんなに早いと予想できなかった。それはこっちのミス。怒る前にこれからのことを話し合うべきだよ。ああ、そうだ。その通りだ。それよりも、ここにしーちゃんがいないのは？まだ釈放されていないってこと？釈放した瞬間に県警が別件の容疑で引っ張っていこうと手ぐすね引いていますからね。相当暴れられて難儀しましたが、今は鎮静剤でおとなしくしてもらっています。でも大丈夫なんですか？大石さんがここに来ていたらシオンは。ああ、その点は抜かりなく。取調室に寝てもらって監視にクマちゃんをつけています。あと資料とそのネガはここに持ってきましたが、そのコピーと現像したものは赤坂さんと鑑識のジジイが現在も解析中です。彼らは信用して問題ないでしょう。だったらその資料を今さら渡しても意味はないんじゃないかな。連中はきっと知らないんですよ、この資料が公安にすでに渡っていること。そしてもう東京本部では手打ちが済んでいることもね。混乱しているのは敵も同じか。おそらく診療所の人質の中にフルデリカはいないと思われます。また連中もそのことに気づいていないでしょう。でなければ交換条件を出してくるわけがありませんから。だがそれを連中に知らせるのは危険すぎる。私としては機動隊が到着次第診療所に突入して人質とフルデリカの確保を進めるつもりです。確保してその後どうするんだ？リカちゃまを神社までお連れしておめおめと引き渡せとでも言うのか？そんなこと、はいそうですかと頷けるわけがなかろう。現状だと犯人グループさ信濃所に立てこもって警官隊と睨み合ってんじゃの。なんら夜さまって人数さ集めて隙を伺ってから突入した方がいい。請求にことを進めては成功する可能性も低くなってしまうわい。ちょっと待て、それだと佐藤が殺されちまう。佐藤を見殺しにしろって言うのか、あんたたちは。常識で考えろって言ってるんだよ、圭一君。こんな真っ昼間に強行してもし失敗したらどうなるのさ。理科上に万一のことがあったら全てが終わりなんだよ。それに理科上と交換だって相手は言うけど、それが守られる保証はないよ、そんなの。だったらたとえ理科上が神社に行っても里子城が助かる可能性は極めて低い。死体が二つになるだけじゃないか。それに古出家当主ってのはこの村じゃあんたたちが考えているよりも重要で不可欠な存在なんだ。一人分の命と簡単に引き換えられるもんじゃない。割の合わない勝負にどうしてこっちが乗ってやらなきゃいけないのさ。だからみんなの力で救出作戦を立てれば、その先にはそれだけの力があるんでしょ。北条の家の人間にかい？バカ言っちゃいけないよ。北条家は
この雛見沢の裏切り者だ。子供とはいえ、そんな奴のためになんでうちらの可愛い兵隊を差し向けて危険なことをさせる義務があるって言うんだ。そんなことさとこちゃんには関係ないでしょ。あかねちゃん、その言い方はきつすぎるよ。さっきも言っただろ、診療所の人質を救い出すためには相当の数で突入する必要がある。その状態で里子ちゃんを助けに行く人員を確保するとなれば、兵力分散は避けられない。それにこれは明らかに誘い出しだ。迂闊に犯人の思惑に乗ってしまうと、結局あかねさんの言うように被害が大きくなるだけじゃないか。里子を見殺しってことには変わりないじゃないか。落ち着きなって言ってるだろ、圭一くん。あんまりがなり立てるようならこの席から出て行ってもらうよ。里子は俺たちの仲間です。無論リカちゃんだってそうだ。あんたたちは勝手に優先順位をつけているかもしれないが、俺にとってはどっちも同じくらい大切なんだ。もう一度言うよ。北条家の人間は雛見沢に敵対した人間だ。そんな血筋の子のためにどうしてこっちが命を張らなきゃいけない。それは過去の話だし、里子には関係ない。あんたたちが勝手に里子を敵とみなしてるだけだろう。あんな小さな子に冷たくして見捨てるような真似をして、それでもあんたたちは人間か。ケイチ君、落ち着いて。みーちゃんのお母さん、それじゃあどうしてもさとこちゃんを助けに行く協力はしてもらえないんですね。当然だろ。やるべきことの優先順位は決まっている。まずは診療所にいる古出家当主の救出、次に診療所の人質の救出だ。理科城のいる部屋の場所は分かっているんだね。里子城の救出はその二つが完遂してからの検討だよ。そんなのじゃ遅い。遅すぎます。もういい。あんたじゃ話にならねえ。俺がバカだったよ。もうあんたたちの力は借りねえ。俺たちだけで助け出してみせる。里子もリカちゃんも。僕の救出は必要ないのです。リカちゃん、リカちゃんは？大丈夫なのか、リカちゃん。こんなに泥だらけでどうしてここに？怪我はないのです。田んぼの中を横切ってきましたから汚れてしまったのです。稲をぐちゃぐちゃにしてしまってごめんなさいなのです。おお、リカちゃま、よくぞご無事で。よかった、リカちゃまだけでもお怪我がなければ。よくあの診療所から脱出できたもんだね。追ってはなかったのかい？見つからずに済んだみたいなのです。
山犬たちが部屋を出た一瞬、誰もいなくなったので、窓から外に出ることができたのですよ。お願いなのです。サトコを助け出すために、その先の力を貸してくださいなのです。リカちゃん。サトコは、僕の目の前でさらわれました。隠れて見つからなかった僕を助けるために、自分から山犬たちに捕まりました。サトコがいたから、僕は抜け出してここに来ることができたのです。サトコが？あいつ。他のみんなは？まだ診療所の中なのです。どこかの別の部屋に閉じ込められてしまったと思います。一人だけ逃げてきて、こんなことをお願いする資格はないと分かっています。でも、どうか、お願いなのです。サトコを探して、助けてあげてください！リカちゃん。それは、フルデ家当主としての発言なのかい？リカ嬢？当主とかお社様とか、そんなことは関係ないのです。サトコは僕の仲間です。大切な友達なのです。だから助けたいとお願いするのは間違っていますか？正しい姿だよ。人間としてはね。だけど、あんたはそれだけじゃない。古出家当主であり、この雛見沢を代表する守り神の化身だ。あんたの言葉で、村人2000人の命が吹っ飛ぶかもしれない。それを分かった上で、そう言ってるのかい？それは…あんたたちの気持ちは立派だ。友達を救いたいという優しい心は、学級会とかだったら先生に褒められていい点がもらえるだろう。だけど、現実はそんなに甘くも優しくもない。あんたたちの思いに振り回されて、命を閉じて、そして運が悪ければ命を落とす奴だっているんだ。一人のために、もし10人の死人が出たとしたら、あんたたちは、その10人とその家族にどう落とし前をつけるつもりだい？だから、そう言うなら俺たちで！ああ、いいさ。あんたたちで助けに行くって言うのなら、誰も止めない。せいぜい頑張って、勝手に死ねばいい。でもね、結局同じだ。あんたたちは、残された家族とか、親しい連中のことなんて考えてもいないじゃないか。はっきり言ってね、あんたたちの思いは単なる自己満足だ。人でなしと思われたくない。仲間を見捨てた傷を背負いたくない。そんな自分しか見ていないような連中のために、どうしてこっちが命を張らなきゃいけない？あ、お金ちゃん。私のことを冷たい奴だ、下道だって言うのは構わないさ。憎んでも、殺したいと思ったって、それはあんたたちに任せるよ。でもね、私にはそれだけの覚悟があるんだ。なんと思われても、残された人間を守らなきゃいけないって、重い責任がね。それはここにいる年寄り、全員が同じ気持ちだよ。じゃあ、あんたたちは？それに代わる、もしくは打ち破るだけの覚悟があるのかい？そんな気持ちもないくせに、口先だけで綺麗事並べ立ててるんじゃないよ！青二才が！Thank you.
母さん。いえ、ここにいる皆さん。園崎家当主代行として、皆に提案します。山犬、そして、その首謀者鷹野美代と、戦いましょう。村挙げて。命を懸けて。みーちゃん？話を聞いていたかい？相手は完全に待ち構えている。無駄に戦えば怪我人どころか死人だって出るんだ。それでも村人の命を懸けろっていうのかい、当主代行園崎美音。はい、それが雛見沢だから。一人に石を投げられたら二人で石を投げ返せ。二人に石を投げられたら四人で石を。八人に棒で追われたら16人で追い返せ。そして千人が敵ならば村すべてで立ち向かえ。一人が受けた屈辱は全員が受けたものと思え。一人の村人のために全員が結束せよ。ダム反対運動が起こる前からこの村を支える心情だったと思います。ミアンちゃん、それは人の命を救うのは死者と生者の引き算なのですか？一人の犠牲も仕方ないことだと割り切るのですか？敵は強大だ。まともにやり合ったら被害も無視できない。それなら逃げるのか、この現実から。今我々が議論すべきは戦うか生還かではなく、勝つために何をすればいいか。そのためのこの時間、そのための会合だ。敵を倒さず追い払わずして本当に平和が来るとあなたたちは思っているのか。ミオン、俺はここに引っ越してきてから、ミオンやシオンなんかにダム戦争の時の勇ましい話をたくさん聞かされてます。でもそれはダム戦争の時から始まった5年程度の付け焼き場の団結じゃない。戦争が終わってからの辛い時代を乗り越えるために育まれた40年以上にもわたる熱い伝統なんです。だから俺はその時代から団結を育んできた人たちがすげえと思うし、尊敬できると思う。そんな男たちが戦ったから今の雛見沢がある。そしてそんな雛見沢に住めることを誇りにしたい。その通りだ。私たちの敵は狡猾で卑怯な奴らなんです。里子ちゃんだけじゃなく、今度は別の命を引き換えに出してきてもおかしくない。そんな奴らを野放しにしちゃもっとたくさんの人が犠牲になってしまう。ん？ん？僕の命を狙う奴らは村を巻き込んだ巨大な陰謀を企んでいます。敵は確かに強力です。だけど無敵じゃない。こちらには鉄さえ貫く固い団結力と、そして奴ら以上に強い信念がある。もう一度国家権力と戦ったかつての獅子同盟の力を見せてほしいのです。わしらは母さん、いえ、園崎茜、園崎家当主として命じます。
南沢の一員、北条里子の救出に力を貸しなさい。あなたと、あなたの部下と、その家族の命、私がすべて預かります。兵隊を繰り出して、北条里子と古出里香の身の保全を図るように。一丁前みたいな口を聞くな、この小娘が。いいかい、当主代行。あんたが気安く言った命を預かるってのはね、引き換えに自分の命を張って今ここでその首を切り落とされても構わないってことと同義なのさ。いつもお寮ババの陰に隠れてこそこそやってたあんたにそんなことを言える覚悟があるとでも言うのかい。覚悟はある、あります。こんな時だけ口で言って誰が信じるか。誰かに責任を肩代わりしてもらってただ与えられた椅子に座ることが次期当主の役目だと漫然と受け止めていただけのお前が命を張る痛みと苦しさを理解できるとでも言うのか。ならばしっかりその目で見ろ、次期当主園崎美音の覚悟をな。あ、見ろ、やめろ。みーちゃん。おバカたれ娘が。バカもここまで来たらもう救いようがないね。母さん、手がかすり傷だよ。大丈夫さね。あかねちゃん、なんて無茶を。誰がつどめを。それから医者を。医者は今敵に捕まってるって言っただろう。まったく、血見ただけでガタガタ騒ぐんじゃないよ。少しは落ち着きなって。大丈夫か。当ててくれて。手出して、ほら。リカちゃんはこれをすりつぶして。妖怪なのです。しみる。レナ、もう少し優しく。できるわけないよ。こんな無茶して本当ならお仕置きするところなんだから。
そこまでやれって誰が言った？話の流れでつい。つい？つい物の弾みで人情沙汰なのか、お前の話し合いは。ごめん、ケイちゃん。レナも、リカちゃんも。私ってほら、バカだから。まったくだ。なんでこんな無茶を。ごめんね、ケイちゃん。私はね、あんたを信じるって決めたんだ。この先何があっても、あんたを信じるって決めたんだ。だから信じてもらいたかった。私のこの思い、命を張った思いをちゃんと汲んで大切にして、そして私の大切なものを守るために命を投げ出して戦ってくれる人だってみんなにね。ミオ、お前、サトコ、助け出そうよ。私とケイちゃん、レナとリカちゃん、4人でかかればきっとなんとかなる。ううん、今警察で戦ってくれているシオンを入れたら5人か。だって私たちは世界最強の部活メンバーなんだからさ。そうだよ、ケイチ君。レナもこうなったら絶対に容赦しない。サトコちゃんを人質にしなきゃまともに戦えないような相手なんか怖くもなんともあるもんか。全員まとめてお仕置きして自分たちがしでかした過ちを死んだ後も後悔させてやる。そうでしょ、リカちゃん。そう、そうよ、そうなのよね。勝敗は時の常なんて言葉は嘘っぱち。と思う気持ち、大事なものを守りたいと思う意志の強さと覚悟が運命を切り開くんだ。だから絶対に今度こそ勝ってみせる。どうせ最後だからなんて捨て鉢になってたまるか。私の時間、そして幸せは私の力と意志で掴み取ってみせる。ちょっとちょっと、誰があんたたちだけなんて言ったんだい？我々も戦うぞ、そのだけの闘者。南沢の力と団結の恐ろしさ、目にもの見せてやろわい。老人がどうとか関係あるか。わしらの村に住む者に悪さを働く奴は全て敵じゃ。わしらの命、あんたらに託す。全員で立ち向かってやろうぞ。葛西。は。組長に伝えな。その先の組全員を集めて一斉打ち入りだってね。それから村の連中の避難と使える奴らを借り出せ。相手は武装集団だ。組の威信かけて村の誰彼にも指一本触れさせるな。一世一代の鉄火場、よそ者の軍隊もどきなんか塵も残さないくらいに叩き潰してやろう。承知。うわあ。皆さん、私が誰かひょっとして忘れてるんじゃないでしょうね。こんな打ち入りの決起会、私に黙って見過ごせって言うんですか？心配いらないよ。何人かは検挙されてあげるからさ。なんだったら
私が全員を焚きつけたって無償に言ってやっても構わないよ。冗談はやめてください。こんな一触即発の人間ニトログリセリン、どこの牢獄だって願い下げですよ。警察としてはとにかく診療所の人質解放に全力を尽くします。あとは富武氏の残した資料の分析ですね。終わったらそっちにもできる限りの人間を集めてみせますよ。退職金が減ったら行ってきな。その分くらい補填してやるからさ。またまた冗談を。暴力団から金を受け取るようになったら日本の警察はおしまいですよな。母さん、これでよかったのかい？お前もバカじゃが、ミオもバカじゃねえ。せっかくわしが出ちゃ修羅場になるもって遠慮してやっちゃのにな。あの子の気迫を見てたら思わず血がたぎってきちゃってね。ああ、母さんは出なくて正解だよ。その腕じゃ寸止めだってもう無理でしょうに。バカも、こう見えても次元中霧が持ちじゃ。若いもんにはまだまだ引けを取らんわ。お前よりもド派手な盾を見せてやるところじゃわ。次元流って二の太刀いらずの上段から刀を地面に叩きつけるあれでしょ。寸止めにならないじゃないか。空竹割と間違えてないかい。これでようやく肩の荷が下りたね。そうじゃね。わしが死ぬまであの子は救われんかと思うとったが、ほんによかったわ。ミオンもずいぶん辛抱がしっかりしてきよったの。やっぱり好きな男ができると女は変わるんだよ。私の時もそうだったからね。わしゃまだあの男を認めたわけじゃないぜ。